はい、そしたら「ザ・フレーム・イン・ザ・フラット」の、4日目をやっていきます。昨日途中で、セーブしてたのでその続きからやっていきますね。3つ目の地域に進んだとこぐらいですかね。ちょっとでもねアイテムが偏りがあって、ちょっと苦労してますけどね。ガマが、いろんな材物のね材料になるガマが全然手に入らなくて、ちょっと罠とかね、服も作れないし結構苦労してます、ね、まあどうなることやらですけど頑張っていこうと思いますね。どこで終わったかな。ここか。寒い、いきなり寒い。そうでも服が作れないですよね。ガマがなき防寒不足が治った。もうここは全部取ったかな。じゃあ行きましょう。ガマが一気にね手に入ったらもうすごい進むと思うんですよ、いろんなこと。ここ見えない、見えない、見えない。これ近いところにあるのって寄れない。ああちょっと届かなかったです。これ難しいな。森にじゃあちょっと行ってみましょう。ね、森はよくね狼がいるのでちょっと怖いんですよね。狼あの3匹ぐらい一気に、ね、襲ってくるんで松明一応持ってます。狼がいたらちょっと一旦桟橋に逃げます。若木ね、そう木はいっぱいあるんですけどいないかな。なんかでも敵はいるよね。ここもう3つ目のエリアだからね、ちょっと慎重にね進んでいこうかな。アロエあるね。ナットとボット、よしよし。ガマ、キーだね。イノシシかな、どっちだろう。あとヘビとかもいたりするのでね。あ、びっくりした。これ犬がね急に飛び出してくるとね敵かと思うんでちょっとびっくりする。こっちにいそう。いない。割と平和。お、ラッキーかもね。そしたら、ウサギだけいたりとかするとありがたいですけどね。攻撃してこないのでウサギは。敵いないね。おお、珍しく平和ですね。キルトを調べる。これちょっとよくわかんないね、まだ。じゃあアイテム集めていきましょうか。敵いないみたいなんで。これはユッカ。とことんガマに嫌われてますね。建物の中にはあんまりね、そういうのないんですよ。塩とかくらいしかない。洞水すらいないね。取ったっけ。空っぽ。あ、空っぽだった。ここは桟橋。じゃあもう一回ちょっともう一回りして、取り逃しがないか確認していきましょう。ここまだ開けてない。開けたね。こっちかなんか広いから分かりにくい。よし、この辺もないもんな。本当にないね、ガマ。どうし、あ、これはなんだ、漆でしょ。井戸とかないかな。これはこれ取れないか。手前の方。うわあ、びっくり。あ、いた。狼いた。ちょっと起こしちゃった。眠ってたんだ。ああ、もうめんどくさいな、もう。一匹だけですね、でも。ちょっと襲われないように。ああ、いた。もう。ちょっと早く逃げた。走れない。ああ、いって、もうちょっと。もうちょっと。よし。列車だから包帯、
砲作れるかな、砲体作れるね。よし、アイテムがいっぱい、ちょっと包帯を2個、狼起こしちゃいました。なんか平和だなと思ってたらいましたね。はい、まあまあ良かったです。ちょっと我慢がない、何もできないじゃん。だアロエってあるかな、ガダの爪、どうしよっかな。ほんとタンポポすっごい偏ってますね。荷物腰肉あるから、まあいざという時は肉食べましょうか。全然だね。ちょっとイカだ強化できそうなんで、マリーナがあったらマリーナに寄ってみましょう。危なかったな。やっぱりいましたね。平和な場所なんてもうないんだ。よいしょ、はい、こっち行ってみよう。静かになった。音楽がないね。ちょっとね、焚き火で火に当たりたいので、こっち行きましょうか。あ、マリーナあるね、あそこ。よし、どうだろう。狼がいたら速攻でちょっと帰ってきます。いないかな、大丈夫。いる、絶対。でも何かの敵はね、いるんですよね。これは若木。いたいたいた、ほら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 、もう ちょい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 。よし、じゃあちょっとどうしよう。タンポポ茶かなんかあったっけ。あ、普通の水だけか。水飲んで、で、松明は1本しかないな。松明使いましょうか。よし、そう、よし。ちょっとこの間にアイテムを探しましょう。どこにあるかな、この辺見えない。アイテムあんまりないな。ユッカ、火が、なんもないの、もしかしてこっち。焚き火なかった、どっか。木でしょ、こっちか、こっちにあるのか。あ、焚き火はある。あ、襲われる、もしかして。ああ来た、もうちょっと、ここは大丈夫なのかな。ちょっとこれどうしよう。包帯ないよね、もうね。これピンチですね。何も作れねえ。何も作れ。これ逃げるしかないのか。まあ、ちょっと寝ましょうか。4時間。ほら。だいぶ疲れが溜まってるんでね。おお、髪はどっか行った。この火のとこにいたら。襲ってくるのかな。ちょっと食料ね、調理したいんですよ。なるべく満タンに近づけときます。12だからあと1個食べれますね。どうしよっかな。この武器っていうか、あ、火が消えてる。炭を持って、さあ、じゃあもう狼来ないうちに火打ち石でしょ。ちょっと走れへんのかな、これ。大丈夫。
狼見つからないように立ち去りましょう。これピンチですね。やられますね次と。マリーナに行ってみましょうか。じゃあ次行ける、行ける、どこマリーナ、あそこ100もう見えてくるはずだ。あそこなんですね。ちょっといかだが半分ぐらいになってるのでちょっと修理と改良ができたら改良しようかな。はい、なんか爪とか結構あった気がするんで、爪2個か。いかだの部品、ストーブ、骨組み、いかだの部品、骨組み、テント作ったら寝れそう。ちょっと何個作れるのかな。骨組み、テントって2個だったっけ。頑丈な骨組み、あ間違えた、間違えた、ちょっと待っちゅう乗っちゃった、間違えた、修理できてないぞ。なんというちょっと今回は厳しいですね。アサル、クワの実でしょ。緩やかなところに出ましたね。なんか平和なところに行きたいな。お、見えないね、見えない。細菌感染、あ、傷から。細菌ってペニシリンだったっけ。抗生物質があったらいいのかな。こっち行ってみましょうか。近いところで一回止まりましょう。ここかな、よし。ここガソリン、作業台、どうしたらいいかな。ペニシリン持ってないよ。あ、持ってるんかな。あ、これあるやん。よし、使っちゃいましょう。よかった。ちょっと川の実も食べて、体の骨組みを水汲めるけど、いかだも余ってないのか。これちょっと持ってきて、カビ、そい、羽、すみ、どうしよっかな。これは置いていこう。よし、じゃあちょっとまた安全確認して、狼いるんじゃないの。木はいいんだって。ガマがない、このびっくりした。アルコールを、これでいないかな、大丈夫かな。音がするんだけど、なんかいるよねこれ。絶対ちょっとじわじわと行きましょう。いる？いない？あ、誰かがいる。人がいる。やった、作業台あるね。マグノリアと話す。はい、食料は足りているかい。ウサギが、お、ありがとう。優しい人が多いですね。いつも親切な、私の持ってる知恵も少し、ちょっと狼来てないこれ白妖怪来てるよね。これちょっと終わった途端に襲われるパターン。はい、逃げるよ、行きますね。逃げるよ、速攻で逃げるよ。
ああ、やばいやばい。ああ、もうこれきついな。遠いよね、しかも。ね、スタミナがあって、ああ。ちょっと厳しい。走れない。走れない。もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと。よし。早速包帯作るか。せっかくウサギの、あ、ウサギ1匹もらったのか。よしよし。アルコール1個しかないから。くっそ、どうしよう、何もできないな。これ焚き火に当たれないからやけど、もう早く行った方がいいんだ。ボロボロだね、焚き火すら作れない。近くのとこに一回やってみましょう。いけるか、いける。おっと、釣りと釣り針、休む場所、休めたら休もうかな。だいぶ体力が弱ってますもんね。ここは大丈夫か。クワの実いっぱいある、うん、あ、カブクス、ニンニクアロエ、タンポポいらねえ。ちょっと我慢ください、我慢で。ちょっと休みましょうか。4時間ぐらい。厳しいな。だいぶ雨降ってる。もう一回寝ましょう。4時間。お腹が減っちゃう。まあ、食料はね、あの、干し肉があるんで、最悪。ちょっと干し肉、早速食べないといけないね、これ。食べる。何個回復するの ?20 個。ああ、間違えた。2個食べましょうか。あとトウモロコシ2だもんな。最近感染、ペニシリンはもうない。ああ、厳しい。もういっちゃおう。熱傷治ると細菌感染しちゃうんですね。圧倒的ガマ不足、なんとかしたいんですけど、なんとかしてほしいんですけど、ね、最初のエリアで出た4本しか使うの持ってないんでね、ガマ。あそこにマリーナがあるか。マリーナによって今度こそ。喉乾いてきた。修理。テント作れるのかな。テント作れたら作りましょうか。ちょっといろいろやばいですけどね。あ、テント作れない。何、イカダの骨組みが1個足りない。お、作れるよ作れるよ。よしよし。で、これで、作って修理しちゃいましょう。今度こそマリーナをちゃんと使えた。よし、テント OK。 ちょっと素早くやっていきますね。で、大掛かりな修理で完全ですね。テント作ったらどうなんだろう。ここで寝れるの、寝れるのかな。寝れない。出発する。眠る。お、眠れる。よしよし、いいよ。ちょっと早く食料のあるところ、テントのとこだね。焚き火があるとこ行こう。ちょっと何もいないことを、とりあえず焚き火まで行かないといけないな。で、トウモロコシを持っていきましょう。水がピンチだ。トウモロコシ、あとは干し肉とかはいいし、こんだけしかないもんな。ちょっと水、お、ちょっと待って、ちょっと待って、汚れた水じゃなくて、とりあえずあそこまで行きましょう。焚き火のとこ探して、あったあったあった、できないかな。大丈夫、雨降ってる。ちょっといっぺん空にして、
これ組めるんかな。雨降ってない。入れるものがないか。そっか。あ、水がやばい。塩はいい。ちょっと待って、水、あ、よし、水、雨降ってきた。よしよし。雨降ってる時はね、飲み水がすぐ確保できるんです。よし、飲む。で、火が消えちゃった。捨てるからに敗血症、なんかいろいろかかってきたよ。水を確保しましょう。とても空腹、はい、もう干し肉に頼るしかないですね。よし、水飲んで、はい、眠ります。ちょっと雨がやむまで。大丈夫かな、死にそう、死ぬんじゃないこれ。大丈夫、あ、死にかけてる、死にかけてる。ちょっと待って食べる、やばいやばい、死ぬ死ぬ。ギガが治った。水は飲めるよね、一応。あとはトウモロコシ、水飲む。水は大丈夫。タンポポを食べちゃおう、少しでもね。とあとは何、この敗血症ってね、ペニシリンはないよね。焚き火、ちょっと待って、焚き付け、カビの塊あるけど火がつけられない。火が、悪魔のラッパとか言いられないし、ちょっと厳しい厳しい。これはガマ、ガマ1個でもないですか。ガマ1個でも、ああ、イノシシもいるし、もうちょっときついきついぞこれ。もう出てきてないね。これはちょっと我慢ないの、本当に空腹になっちゃうよね。そら火つけられない、もうちょっと待って、ペニシリンあるけど、トウモロコシ食べるか、もったいないよな。カビ、火がつけれたらペニシリンも作れるんだけど、ダメだな。あ、やばい、何これ、これ何、出発する。もうちょっと次の場所に行くしかない。森、森に行きましょう。我慢さえ作れたら、ここ、こっちこっちこっち、あれ、行けないの。あ、何これ、敗血症、終わった。いや、これはちょっと厳しいですね。側が1個も取れない